こんにちは、ミッドエッジ佐藤です。久木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、はい。ただただ普通に紹介ではなくて、ちょっと今回は、まあ、秋の持ち込み企画ですね。はい、そうなんです。で、今回ですね、ちょっと、秋の、まあ、お出かけ、まあそろそろコロナも落ち着いてき始めてますし、こう、他県からも、ここに来てくださる方すごく、まあ、増えたわけですよ、うん、ちょっとプチ旅行行きたいもんね、はい、どっかには行きたいよね。どっかには行きたいって気持ち絶対あると思うんですけど、知らない街に行きたいですもんねはい、知らないでしょ。知らないです。知らないです。その音も知らないです、はい、あ、そう、はい、ちょっとね、そうです、緊急事態宣言が明けまして、はい、来てくださいと言いながらもね、動いていいのかみたいなところありますけど、ちょっとこうお出かけに向けた今日はコーディネートをご紹介したいと。はい、秋のお出かけコーディネートですね。そうですね。その中でも今回は、まあ、トップスをちょっとメインというか地区に。今日が、10月の5日で30度超え。もう暑すぎますね。泳げるぐらい。本当は秋のアウター紹介したかったんですけど、そうなんですよね、もうアウターなんて着てる人誰でもいません。いません。もう半袖です。半袖か半袖シャツです。アウターは11月です。もうアウターは諦めました。はい、諦め肝心ですからね。まあ方向転換ですね。方向転換、ね、その軌道修正は、はいはい、って言って来てもらってアウター進めますけど先がいい、アウター先がいいとか言われて逆に先がいいですよみたいなね感じで行こうと思うんですけど、まあでも本当にいいトップスね。なんかニットとかなんかご紹介ずっとしてなかったんで、はい、してなかった、意外としてないです、ね、ブランドばっかり紹介してたので、ちょっとそういうのに目を向けた今回は会にしたいなと思いますので、はい、ぜひお付き合いくださいませ。それではプチ旅行というのがちょっとテーマで行ってみたいと思います。じゃん、今あ、もうちょっと前行きましょう。あ、そうです、はい、おすすめは、あ、トップスが、ベーシックスのウェアニットです、はい、こちらが、ね、4万6000円なんですけども、でポイントとしてはやっぱりちょっと秋を感じさせるというので、トーントーンで行きましょう。トーントーンで、しかもブラウン、そうです、トントンしかもブラウン、まあ秋の色じゃないですか。あ、でもうパッと見で秋らしさ感じる色だと思うんで、でこの辺まだね、ちょっと僕もまあ黒着ちゃってるし、黒白が世の中多いんで、はい、ちょっと秋色にしてみたいと思うんですよ。でポイント的にはこれです、ちょい掛けしてください。このこれ1万4000円のやっぱこれフレアが合うと思います。でフレアがやっぱちょっと都会的には、まあ梅田とかにお買い物来られるならフレアに、やっぱでも今年ブーツでしょ。ブーツです ね、スニーカーも先度履いたんで、はい、やっぱりブーツ履きたいっていうところありますけど、もうすぐボース入ってきますんで。そうです、もう皆さん本当に言われますね、これ。ただちょっともう本当生産がフランスの遅れてまして、なかなか上がってこないので、10月の後半ぐらいに、ね、なるかもしれませんけど、ぜひ見に来てくださいっていうところで、はい、でこのビーズのネックレスとチェーンの掛け合わせというのもおすすめポイントです。これ3900円とビーズが、チェーンの方は7000円なんで、マスクホルダーにもなります。そうです。でマンテールも逆にできるんで、ちょっとやってみてもらうと、でトーントーン、やっぱりねシンプルになっちゃうんで、今年は大きなトレンドないです。なのでバランスとか色の組み合わせとか、あとおすすめとしてはこれからまあ、このネックレスのシルバーもそうなんですけど、ちょっとこういうレザーものとかのハードさ、まあ、パンク感というか、どこかにこう締めるポイントを、まあ、フレアパンツもそうなんですけど入れることでスタイリングがグッと上級になりますから、いう形でゆっくりかけるね、サングラスね。あれ初めて見た、こんなサングラスかけるうん、サングラスさんって顧問してなくて、いやすげえゆっくりだったんで、時が止まったかと思ってもこういうこのスタイリングでちょっと今回はおすすめしたいなっていう、まあ、トーントーンでも本当にシンプルなアイテムだけですから、でもやっぱベーシックスね、ニットって質感とで適度なヴィンテージ感とでバランスもオーバーでもないんで、長く愛してもらえて、こういう形で持ってるようなウェアと組み合わせてもしっくりくると思いますから、まあ、ちょっとだからこのトントンにするのと、アクセサリーとか小物使いとちょっとハードなもので組み合わせるとグッと都会的になりますよという、というプチ旅行に続いて、今も皆さん見られました、ちょっと見た噂の映画、
撮影見てないです。マルタ・マルシェラ。あ、見ました。マルシェラ、はい、明日見に行きます。あ、見に行くんですね。明日見に行こうと思ってます。あ、そうなの。なかなかだってもう本当に休みないもん。だって休みってなっても家族もいるし、だったら。いや別にそれはいいです。あ、そうなの。そんな家族のせいになって何もならないんだよ。ただ自分も時間が作れてないんで自分の責任ですから。なるほど、はい、人のせいにしちゃダメです。ダメダメ、はい、というのでマルジェラを見に行こう、はい、っていうテーマも一個。そうなんです。一応秋関係ねえやんって感じなんですけど、やっぱこの10もう10月といえばマルジェラじゃない、今年はって思ってるぐらい。映画をぜひ見に行っていただきたいなと思うんで、はい、あのマルジェラコーデちょっとトライしてみたいと思います。はい、じゃあ秋、あの映画の芸術の秋ということで、マルタ・マルジェラを見に行こうというテーマで、もうどうですか。こちらもあのでカーキ、やっぱ今年カーキですよ。はい、あのカーキにっていうか全身白で来ると思ったでしょ。いやもう思ってました。全身クリームっぽい、あの淡い白かなと思ってたんですよ。で足元なんか、いや邪魔取れないんで、そこはもうドンかぶりすると思うんで、そうなってきた時に、まあ、イメージ通りいくと。そうで、このいろいろなちょっとおすすめポイントがあって、はい、あのまあトーントーンはまずこのトーントーンね、やっぱちょっと秋を感じさせる、さっきのブラウンとやっぱ今年カーキっていうのと、まだちょっとやっぱ暑いんで、あとでニット着ますけど T シャツインぐらいで、やっぱちょっと今回はあの芸術なんで、ちょっと華奢なアクセサリー使いで、うちの1万2000円ぐらいの徳丸さんのリアルシルバーダイヤモンドのアクセサリー入れてます、はい、でこれ着てくる人いないと思うよ、マルジェラに見に来るのにっていうので、ちょっとこれ取ってもらうと T シャツ、あのニットを、じゃあこういう形でここでオフファイト。そう多分映画館行って座るとオフファイトで来てんだっていうパターンないでしょ。そこ狙ってるんで。ナイスナイス。でもカーキいいじゃん、タックインでいいじゃん、あのおしゃれじゃん、あの人っていうのを狙ってます。あんな着方できるのファイト。そうってなりますよ。そうマルジェラもそうだったんで、そんなことありっていうのをやってきたんで、やっぱそこをやっていきたいなっていう思いで。で、あのね、この今夏はこうでしたけど、夏はねこのパターン多かったですけど、やっぱ秋なんでちょっとこう、あの大人っぽくこのぐらいの、これやってみてもらうと本当使えますからね。長袖物をちょい掛け、これはねやってみてくださいっていうのと、あとおすすめはこのカーキのトーンもいいんですけど、あの白をアクセントにカーキと組み合わせてもらうとすごいいいんで、ちょっとニットを一回こう着てみてもらいますという感じで、はい、このニットをカーキのズボンにインするのめちゃくちゃかっこいいんです。いいでしょ。めっちゃいいですね、このフレッシュさも、なんかリブニットだけどやっぱこのパッドがあるんで、かなりねくっきり感出るんですよ、ここので。あのウエストシェイプされて、もう一回カーゴパンツになり、このカーキのパンツ独特の太さと相まって抜群にかっこいいんですよ、これ。あの外でて、あの夕夜になったとしたら、ちょっとニット着てもらえばいいじゃんと思って、はい、でもニットやっぱインするとやっぱこれだけムード出ますから、さっきのちょっとちょい掛けもポイントでしたけど、このガシッとインするっていう、でもしっかり履いてもらうっていうのもあの ポイントです。に足元はランナーを、まあ、ここはちょっとベルギーへのオマージュを込めたあのランナーを待って、全然そんなわけないんですけど、これやっぱカーキのパンツにヒールってやっぱいいんですよ。逆のものなんで、ミリタリーとフェミニンっていうのの組み合わせがやっぱりかっこいいと思ってます。あ、これ今押そうと思った。またカーキのパンツがたくさんあのうちの方でも展開予定なので、はい、あのカーキのパンツにはとにかくインしろっていう YouTube 作りたいなと思ってるんでもうカーキのカーゴパンツにインするのはもう間違いないんで、そうですね。そう、それをちょっとまた、まだあんまカーゴパンツ、あ、これあのベースマークさんのあのこう切り替えになってるあのカーキのズボンなんですけど、またそれはぜひちょっと後々カーキのシリーズまたこれからあるんで、とにかくまあカーキのパンツにはインしろっていうのをおすすめしたいので、またの回でまたの回でやりたいと思いますんで、で次はですね、次は何ですか。次はもうお出かけですよね、あのちょっとこう行楽な秋、あ、そうですね、行楽な秋、秋の味覚とかいろいろ含め、あのまあどっか出かけるじゃないですか、山の方とか自然に触れ合いに行くとか、雑やん
紅葉見に行くフルーツ狩りみたいな、こうあ、そうですね、紅葉見に行くが見れなかった、出てこなかったんで、まあ、そういうあの行楽の秋っていうイメージで、ちょっとじゃあアウトドアイメージね、あ、そうですそうです、うん、わかりました、アウトドアのイメージでやってみたいと思います。はい、はい、ということで次は行楽の秋、どうぞ登場してください。まあ、行楽の秋といえどですね、あのこれもなんかもっとスポーティーに来ると思ったでしょ、思ってました、思ったでしょ、はい、やっぱ行楽の秋といえどやっぱりうちはやっぱこう、やっぱこうファッションをね、なんかこうみんなと同質化しちゃうだけのファッションっていうか、そのまんまじゃないところもね、あの逆にとかってことじゃなくて、なんか合わせにあんま行き過ぎても仕方ないんで、アウトドアで、あのただあのこういうこれフリース素材なんですけど、さっきまでニットで来ましたけど、あの吉尾さんのこれ2万円ぐらいの2万円台のフリースのトップスとか、これ静電気も本当に着づらいし、でこのパンツ吉尾さんのやつで、こういうタックでもなくオーバーラップしてるタックのやつで、これもガシガシ本当履けるポリ素材なんで、なんかねみんなこうもうちょっとこうデニムだったりとかカジュアルなアイテムで来ると思うんで、うちの中ではこれは今度だからカジュアルな素材なんだけど、色をだからワントーンで今回黒にして、あの行かれるのなんかはどうかなと思って、ね、もう、まあ、そうそう、毎気持ちですから、やっぱり気持ちいい、毎日気持ちじゃんみたいなところは本当、やっぱ気持ちなんでね、ファッションってこうやっぱ気持ちの部分すごくあるんで、ファッション好きっていう気持ちがなんかこう出せたらなっていう思いで、これ出てますよ、出てる、はい、あ、本当よかった、普通アウトドアのナイロンシャカシャカとかやってる、うん、そうそうそう、しちゃいますけど、それはまたそれをこうやるのはちょっとうちにはちょっとヴィンテージの要素が足りない、あんま少ないんで、あのこの黒でちょっと表現してます。でまた足元坊主っていう、そうです、あの本当にどこでも履きます、これは長時間履けるもんね、もうマジで履きますから、うん、あ、そうで、ここもあえてここはいっぱいちょっとつけるっていうような感じでやってみてます。で、そんな中迎えに来たやつに言われますけど、もうそんな格好で行くんかって言われますけど、どこ行くねお前、絶対あります、でもまあそういう気持ちの問題なんで、佐藤はやっぱそれで来たからなりますから、でちょっとおすすめアウターで、このあのリベリムさんのフェイクレザーのこういうモズコートなんかも、あ、これちょっと取っちゃっていいよ、これこういう形で行ってもらってもいいし、なんかもうまんまアウトドアじゃないけど、アウトドアじゃ行楽って感じじゃないけど、あのこういうカーキなんかももうすぐに刺したりとか、色もいいし、ずっと新鮮なんで、でも多少の雨もはじきそうですよね、こういうビーガンレザーだと、あんま気にならないし、気にならない、気にならない、だからそういうのもあって軽いからみたいな感じで行かれるのも一つこの秋いいのではないでしょうか。あ、忘れた、それそうですね、やっぱね、なんか最近暑いしまだ日差しもあるん で、はい、でマスクするんで逆にあの顔周りなんかちょっとしたいよなとか、アクセサリーなんかしたいよなっていうムード高まってるかなと思うんで、女性の方もね、目元のメイクのが、なんていうの、ちょっと濃くなる、うん、っていうのあると思うんで、なんかメンズも、なんかサングラス冬も今年かけたい気分、なんか僕の中では結構あるので、サングラスおすすめです、まあ、ブラーさんぜひ見に来てください、はい、そして最後はまあお家なんだかんだ言って、まあ、読書の秋ね、本当、まあ、出ることも少なくなるんで、夜長家でね、佐藤君も夜遅くまで起きてるんでしょ、どうせ、うん、まあ早くはないですね何時ぐらいまで起きてる、うん、まあ、昨日友達と入眠してたんで、まあ、1時ぐらいですかね、まあそうなんだ、もう俺も言う、もうもっと早いんだ、もっと早いですか、まあ言っても俺も12時ぐらいにはなるけどね、それ帰って、ああそうなんですか、うん、なんかその感じは10時とかっていう10時とかになって帰ってる10時やんとそうそう、うん、そっから飯食って洗い物したりしたらそうなりますんで、まあ、ちょっとそれを置いといて、はい、秋の夜長なんかをにファッションっていうアイテムをご紹介したいと思います。はい、さあ次は、まあ、おうち時間なんて、まあ、最近ちょっとも言わなくなりましたね、ステイホームおうち時間言わなくなりましたけども、まあ、ちょっと秋の夜長コーデということでよろしくお願いします。はい、まあ、トントン、これもトントンにしましたね、なんかちょっとやっぱリラックスのグレーってあるじゃないですか、はい、グレーのなんか持ってるまどろみ感みたいなのっていうのを出すだろうなと思って、でこのニットはディスカバードさんのレイヤーのニットで2万4000円です、ね、2万6000円です、はい、でここのサイドをもらう結んでもらったりで
ちょっと印象を変えれるっていうディスカバーさんらしい、ちょっとこうボヘミアンのテイストの入ったニットになっております。超かわいいんだよ、はい、にスウェットパンツの603のやつを持ってきてます。でこれもスウェット上下ね、最近スウェットバッグ紹介してたんで、どうせスウェットでしょと思ったでしょ、思ったでしょ、どうせまたスウェットにメッシュ入れてくるんでちょっと思ったでしょ、そんなことないですよ。ニットでトントンにしてみても、これもやっぱねあの普通のあの霜降りじゃないんで、霜降りのグレーわかるでしょ、はい、あのなんか部屋着っぽくなりすぎないんで、そこがポイントなんです。この、 あの顔料染めはそこが良さなのところね、おすすめポイント。で靴はもうあのもうつっかけのイメージで、もううちサンダルがそんなないんで、トーマスさんのやつを合わせてみてます、はい、で華奢なネックレスはちょっとね家の中でもした方がいいです。家でネックレスするは、まあ、絶対しないですね。そうなんだ、まあ、100% しそう、俺アクセサリーします。あの基本的に知ってたいってやつだね。あ、そうなんですね、うん、でもいますよね、されてる方結構、うん、昔は風呂入るときもずっとしてた。あ、で寝るときも外さないで、うん、でもさすがにあの素外すようになんかなりましたけど、これ脱いできてるから。そう、はい、という感じで、でこのまま出かけれるね、ちょっとあのちょっとそこまでっていうときはこのぐらい着てもらえばいいと思います。でちょっとお出かけの時はね、もうキャップと多分これにマスクすることになるんで、はい、ちょっとカバンだけ持って行ってもらっても全然これだけでいけるでしょ。全然いけます、全然いけます。行っても可愛い感じでいけると思うんで、はい、パパッとこうあの支度歯磨いて帽子サッとかぶるだけです。そう、ね、出てもなんか、はい、なんかスウェット上下のだらしなさなく可愛くいけると思いますから、まあ、ポイントはこういうレイヤードとかもあるとは思います。あ、この T シャツね、はい、ちょっと入れてみました。これをまたなんかあの違うものにしていけば、シャツなり今うちだとメッシュとかがあるんで、そういうのがどんどんきちんと感も出てきたりするんで、いろんなことができる、まあ、ベースになるような今回はあのシンプルなアイテム、ベーシックスのニットに始まり、サリバーのこの白もそうです、吉岡久保のこの黒もそうですけど、ほんとシンプルなアイテムですけど、色の合わせとかあの小物使いとかちょっとシーンのイメージをもっと沸かしてもらって、はい、今ねほんとなかなかこうおしゃれする機会減っちゃったんで、服を着るこう楽しみみたいな、選ぶ楽しみみたいなのがほんとなかなかないかなと思うので、そういうのはあのご一緒にお店としてはできたらなと思っておりますんで、はい、まあそのオンラインではやっぱここまで、まあ、言ってもシンプルなデザインが多いので、こうネット上ではちょっとわからない部分っていうのを。あ、そうだね、ちょっと動画で確かにね、これだけ見ちゃうとなんか黒のトレーナーにしか見えないもんね、はい、だからまあ、うんうんうん、僕が実際に来てこうやって YouTube 発信して、まあ、それを見てもらってちょっと参考にしてもらおうっていう企画でもありましたね。はい、なんか言った気がする、違うこと言うのかなと思ったら。ということで今回も高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。